ラ松原修とモグライダーシ芝大輔こんばんは松原修ですこんばんはモグライダーシ芝ですキングオブコントあ,あ、ご覧になりましたか、はい、見てないあ,あ、見てない <laughs> いやすごいじゃんサゾを見た人の <laughs> 見たと思った思うよそれ <laughs> <laughs> 見てないね見てないんだ録画して見ようと思って、うんえー、一組目 黒コップクロコップね、うん、めちゃおもろかった黒コップ黒、ね、コップでもう何も考えずに笑い、うん、お腹いっぱいになってあえそこでやめれたすごいなすごいじゃん止めてしまいましたあそうめっちゃ見てたのに数年前絶対にチェックして、うん、こうそれこそ大ちゃんと再会した頃、うん、ライブやってる頃なんて 1>、うんうん、m 1と キングオブコントの純潔、うん、純潔一番熱いやん言うてまあそうねだからああいうコアなお笑いファンというかがね,、うんうん、ね一番熱持って見守る、うん、とこだからでも決勝行けなくてもみんなまあクオリティ高いしさ、うん、この世で一番おもろいお笑いライブとされてるからねあのいや世界賞レースの準決勝ってね、うん、そう意外とねあそこだったりする組数も多いしね、うんうん、赤坂ブリッツでやってたよね 昔そうだったあれ行ってメモ持ってさ暗転中にバーメモってどこが受けてて今何が流行っててわあやってたん研究してるじゃんサッカーっぽいことサッカーっぽいねうんリスト今日持ってくれよかったなリスト A4 用紙45枚にわたりえマジで何十組全部チェックしてたすげえしかもその当時の 出てたメンバーだから今とまたね違う2700年巨匠が巨匠は決勝行ったりとかそうかあの辺それがもう巨匠なんて岡野がねまた成り立いて決勝決勝行ったよねそうよ良純とちょっとそのネタはちゃんと見ないとなそうめちゃくちゃ前評判良かったからねもうずっと TBS の女子アナの人かなが あの勉強のためにそれこそ、うん、あの準決勝からずっと見,見てたなってうん、うん、それで私が思うにもう何がどう転んでも圧勝すると思いますみたいなぐらい。えー 他の,のコンでも確かに現場にいたやつみんな「うん、いやあれは持ってかれるかも」みたいな「えー、なすごいなあいつら」って言ってたのがでも本番やっぱり決勝で、うんうん、ふ開けてみると分からんもんだからね。うんうんうん、あれさ、うん、環境がちょっと違いすぎるよねまあそこの帰りがやっぱり、うん。 どうしても出るよね広いから幅が「キングオブコント」なり r 1もそうだけどだから m 1が一番それが少ないのよライブに近い決勝がえなるほどねあれ選ぶ方も大変だろうなと思うよほんにどっかんどっかんウてるけどこれ収録ってなってお茶の間に出すってなるととかやっぱねそうそうそう 考えるよな受ける箇所も違ってくるだろうし、うん、それこそ素舞台ではないしね,そねの決勝でやるってなるとこれまただから普段吉本の人らは割と制作がちゃんとね入ってるから普段のライブとか予席でもある程度のセット組んでやれたりとかさあるけど俺らみたいな,そうなんかもう劇場もないようなさちっちゃいとこでしかやって な,ないやつらは体1個だけでとかさ道具も全部手作りのガム手だ何段ボールだとかでやってきてるやつばっかだからまたその映え方も違うし違う全然見え方も印象も違うね。俺もライブやってる頃にその人力車さんの若手の人とよくやってたけど自分がこの業界入った時まずエンタの神様の。 収録から入ったからそこだけはねなんか伝えれるかなと思っていやこの先もっとでかくなっていくぞと相手が場所もだからちょっと細かすぎないかやってることみたいなでもすっごいウケたりするのライブでじゃあ言えないよねだからそれも本人が自覚する以外ないのよ。 言い方変だけど失敗するやつがもう何人いるか何人いるかねそうなのよねそう分かってても難しいやなそう分かっててもだしねあれモグライダーさんは m 1そろそろ m 1はつい数日前に2回戦があってだから今年もスタートしました始まった始まりました合格でももちちろろんん その辺はさすがですな頼みますよああ <Yeah. S 2> いや楽しみ <laughs> 一緒にラジオやってる人が M1 出てる <laughs> そうか <laughs> こんな楽しいことねそうか本当はね知り合いの 息子は甲子園出てるから <laughs> 一番楽しいや <laughs> <laughs> 楽しみでしょうが、ね、うんまあまあそうね、ん、そうね。うね勝ち進むことにこれも盛り上がるでしょうからそうすちょっと帰ってみますわ録画は、はいはい、今日も始めていきます裏表松原修ともぐらいだ柴大輔裏表落ち着きましたかスケジュールはスケジュールそうねなんか前回これ撮ってたうん 時が鬼鬼助真っ最中、うん、真っただ中だったのよ。のちょうど間ぐらいだったかも。ああピークのちょうど真ん中に何だっけな<然>俺もうねそれこそ何が何だったかちゃんと記憶してないぐらいの感じよ。うん <laughs> だ 朝一5時とか6時とかに起きてそこから夜中までなんかいろいろあって帰ってまた朝からなんかあっての途中にこれがあってそっからまた収録行って収録行ったもんね行ったお台場行ってくるそう行ったのよ「ザ王」「ザ王」ね見たちょっともう後で喋ろう。 ザオの全国版だあれが深夜から始まって3時半とかまで撮ってザオ見た人いるあれさ深夜3時に撮ってるって思ったら笑えてくる涙ぐましいよなみんなフラフラの中面白いことを考え大阪からわざわざ来たやつもいればそうねすぐ負けちゃったりそう1回で負けるやつもいいんだから。 んでそれやり終わって <coughs>、うんえー、一回帰ってまた翌朝7時ぐらいからロケやって、うん、ですやっと夜の夜のライブで一段落したんかな夜、うん、だいぶ飛んだけどさっき今朝のはさしをしててつながったんよ夜までそうだからなんかその間も何かやってん,入てんねん<う>でもよく覚えてない,覚えてないのよ何が何だったか <laughs> いや顔色俺 は初めてあんなこう憔悴しきってる千葉大輔を顔に出てた出てたあっほ、うんとんか喋るテンポもちょっと遅いし、えー、俺にとってはちょうどいい<ー> <laughs> 大事なそれぐらいのスピードでっていうぐらいあそううん先週やばかったねあだ,かだからそれを超えたから全然、うん、こ,んこの辺は今週とかは緩いかな割と<ー>でこうスポット 気づいたら仮で入ってたやつがバラシになっててまるまる空いてたりだ結局なんかわあ空いたと思ったけどなん結局なんもしないしねそのまあねうんだからもうまあ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 いいかみたいなそのまあ大変やけど忙しいとかいわゆるその売れたとかそういうことやんかまあそれって楽しい今今うんこのめっちゃ忙しいバーッて仕事入ってて うんでもなんかわかんないその100隅々までとは言わないけどでも楽しいですよ。ななんか楽しいなーって思う、うん、なんかその多分ね俺ら運が良かったのはああ今売れたからだと思うこの年で この芸歴である程度もう頭でなんとなく割り切れるとか割り切れるしで一番でかいのは友達ばっかりなのよなるほどねそっか年も近いしそうそうある程度も知った中で去年の m 1グランプリなんてさまさにそのメンツでざっくり上がったからそのくくりで呼ばれることも多ければ多いね。 アウェイみたいな雰囲気の時が、そうそうないからそうか。でっかいスタジオだなってなって、うん、大物 M. C. ってなっても。うん、並んでる人が友達だから。そうなんよ。うん、そう、だから。うん<ー>だ。だから、え、だから、俺らの世代でも。ちょっとタイミング的に早く。売れ出したやつとかは、きつかったろうなって思う。ね。うん。今の俺とか、とはま。 全く違うスストレとかかかってたでそのリスクも高いじゃない経験値がないから間違えたりほんとずれた方向行っちゃったりそうすると一回出てるもんだからんか過去の人みたいなすごい遠回りしたり若いうちにバーンっていってさ早熟でそのままずっとトップレベルってなななかかいいもんねどっかで沈んだりさもう一回帰ってこなきゃいけないっていう。 本当にちょっとシャレならん方向行って、うん、二度と帰って来れないっていう人もいるじゃない。うん、いる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 。だから本当若い自分の若い時の自分にも言ってやりたいけど、うん、売れたいだろうけど、うん、ゆっくりにしときなってうそうね。<laughs> <に>うん、そりゃそりゃ売れるに越したことないんだけど,けど一刻も早く。ただまあそうねだから状況が全然違うしね、うん、な多いし単純に人数が。 三十年前とは違う。全然違う。違う。違う違う違う。ちょっと下手打って <laughs>、うん、沈んだら別に次いくらでもいるから、うん、それは沈み続けるだろうし。いやーなかなか失敗も許してもらえないとかさ。そうね。M1 一つ取ったって、うん、去年六千何組ってたのが、うん、もうはや今年七千何組、<laughs> 千何百組増えたって言ってんだよ 7,000っていうことは2人として1万4,000人おるんや、ねうん、参加してんの、ね、<laughs> それが全組ネタ作ってるんやもんねそうだよ俺キングオブコントの決勝そのクローコップまで見てその時も思ったけど、うんうん、この「日本という世」は一日に何本新ネタができてってるんだろう年間何本作ってるんろうねみんな<ー>ネタを<ー>お笑いもそうだし 漫画漫画もくっさるほどあるやんタイトルでそのアニメもそうだし落語家さんもいらっしゃってすごい量すごい量生産してるよねなんか気持ち悪くなってくるよねもう「キモい!」「外出よう体動かせ」いやそうそう本当にそうあなたでもそう。 私のね前回のあれじゃないけど今日のあなたはなかなかよ今日ねうんすごいわ天敵撃ってる人みたい病人寝てない寝てないシナリオに追われとるねあそうまあまあついこの間まではねだいぶ休みでだいぶゆっくりねサマーバケーションさせてもらったんでちゃんとシワ寄せがきてる来てますなメールにしよ書かなえっと ラジオネームうささん。はい。柴さん、マスバさん、こんばんは。こんばんは。ええー、私は女子大学に通う大学生です。ええ、いいね。突然ですが、私はモグライダーさんのネタを使った卒論を書きたいと考えています。ええ、うん。具体的にどのような研究をするのかはまだ考えていないのですが、うん、モグライダーのお二人のお名前や漫才の内容などを、えー、卒業論文で使わせていただくことはできるのでしょうか。ほうん。また、もし使わせていただけるなら。 柴さんや松原さんの目線でこんな卒論面白そうなどテーマをいただけたら嬉しいですい大喜び降ってきてる <laughs> 前で考えろ <laughs> <laughs> 頑張れそこは、ね、テーマはそそりゃう。俺らが言ったらもうそのまま出すだけそ, <laughs> そうね、うん、卒論なんかそんなのいいのわかんないけど俺卒論って書いたことないからそう俺も通ってきてないから でもね俺知り合いの作家さんでそのアマチュアの頃それこそ学生自分にその人はね「ナイナイ」さんのファンでラジオつながりで知り合った人で当時学生だったけどまさにこの感じ「ナインティナイン」さんの岡村さんだ岡村さんで卒論書きたいからつって LF に連絡してディレクターにつないでもらってご本人 OK で。 えー、うん会ってくれて取材させてくれったってええー、すげえうんあるんじゃないまあまあ芸能人の方とか別に許可とかいるもんなら分かんないけどいやその別にいい,い,いいんじゃないのうんそのでも面白い論文書いてよそのかいや一番それ震えるやろ宇佐さんは <laughs> <laughs> 柴大輔に面白い何 <laughs> かそなんかねこうそれいう、うん、興味の対象にうん 意外となあのー、それこそ去年の「m 1のあとに「うん、1> m 1でやった三河さんの、うん、三河健一さんのネタが、うん、あの東大東大王とか出てる、うん、あのクイズノックってなんかねかんすっごい頭のいい人たち、うん、<ト>チーム,チームなんか YouTube とかやってる、うんうん、とにかくあのすっごい 頭良くて、うん、東,東大の人たちじゃんみんなクイズ番組とかで、うん、そのチームで出て,て「東大王」みたいな、うん、その人ら対インテリ芸能人とかでやってるような有名な人らが、うん、そのチームの YouTube で「うん、俺らのネタをすすこんな数学的に優れたネタはない」みたいな。 <え>解説してくれって言っ分析して、うん、これがまずこの、えー、まずは「サソリ座の女」以外の可能性を全部消していくっていうのが何とかっていう何かんだって名前が、うん、その方法が計算式みたいなのが。うんうん、でこれを次、えー、じゃ順番に消していくとか,か,なんか徐々に一個ずつこっちがこう提案していくじゃない。うん で男か女かっていう選択肢はあの1回だけでいいから、うん、先に正座をあのああ順番にっていうそのこの編み出しかたどり着き方みたいなのが数学的にあるんだって、うん、だからこれを、うん、この人たちは、うん、その分かってやってんのかみたいなのか分かるかそんな大層なことじゃない。<laughs> なんかその興味をも持ってくれるのかで林昌文先生にたまたまばったり TMC であの一回も興味したことないんだけどあの楽屋すれ違いの時にああみたいな今一番入たかった人たち林昌文さんなんで僕からなんか興味興味あんのかななんかそういうたまたまそういう題材になったのかあのネタが。 いわゆるその頭脳系からなんか金銭に触れるというかんう、ね、なんかね、うん、そんなつもり全くもちろんないんだけどその人たちが解説してることも全く意味わかんないし、うん、まあその数式的なその消去法とはちょっと違うかもしれんけど、うん、でもお笑いってそのメカニズムってめちゃくちゃ複雑系やん、うん、まあまあ多分そうなんだよね説明しようとすると、うん、そまあ本当に こうえ大喜利強い人とか、うん、公式持ってるし確かに数学って言われると否定できない大ちゃんもこう多分ねあの大ちゃんのこと見てるお客さんもそうだと思うけど、うん、柴さんってえこう頭の回転が速いとかすごい的確なコメントを言うとかうん、うん、これってみんなこう発想がすごいって こうアイデアが出てくるとかこんな言葉出てくるとか発想とかそのひらめきの方に言うけど俺のその印象はそういう人たちってスピードが異常にいんよよねね計算機なで考えてるんよ自分その一瞬で0.1秒でもう信じられない世界だけどだけどもうほぼ反射に近くてそこの場にあったことを言ってるっていう計算機。 むちちゃゃく早い計算機っっててイメージがあだからなんとなくつながる気がするこの間もねて出たこう言葉にするとメカニズム難しいなと思ったのが「座王」見てて嫁と一緒に見てたのたまたまうちのね嫁さんはねあんまこう笑いとか詳しくないっていうか好きなんだけど笑うの好きだけどわからない時があるっていう今のはなんでこう。 みんんなが笑ってのかと大ちゃん家に遊び来た時も俺と大ちゃんの会話聞いててたまに置いてけぼりになるんやってスピードが速すぎるってやっぱり全く気遣わずに喋るとはしょってんのよね言葉この振りはいらないだろうってこいつに対してはだからすごいこう短い言葉でやり取りしてスピードも速いからでどこが 不なっててどこが落ちになっるのかも分かんないまあまあそういうこと言ってて「座を見ててえっとあれ判定する人がいたじゃん大竹さんが審査員でどっちが勝ったかっつってでたまにやっぱ判定によって分からない時があるわけねえなんでこれ B さんが勝ったの ?A さんの方が受けたのにあれって受けはもちろんすごい大事じゃんお笑いにとってね受けてたっていうのは最大の正義なんだけど 意外とルールがあって振りに即してるとかこれちょっとルール違反の笑いの取り方とかちょっとずるいとかさらけ出してないとかでめっちゃ腕はそんななくてめっちゃその下手っぴなんだけどこの人はでも本心をさらけ出したからその豪速球にやられてドカンって跳ねたとか要は健全とか誠実って意外とベースにあるやん。 人をいじるにしても、うん、これやっぱ共有するのがすごい難しくてあ<ー>メカニズムで言うというか、まあ、確かにな説明するってなると <laughs> でそのた例えばね、うん、ちょっと例に出すとね芸人さんがやってたことだからあれだけど、うん、まあ一作家のざれ言だと思って聞いてくれ、はい、司令官っていう設定があってあったねあったでしょ、うんで最初 林田君かなが司令官やって草野さんになんて指令出してんだよみたいなそのっとギャルの若いパティちちゃゃんん信子その人がこういう番組に大喜利番組にギャル出てんのなんかよくないみたいなんでドワンって受けてめちゃめちゃ面白かった受けはどっちか分かんないけど林田君が勝ったんだけど。 嫁に説明するときにめちゃおもろかったけどパーティーちゃんはでも振りが司令官だから要は自分が司令官になって誰かに命令を出してください司令を出してくださいっていう大喜利こうエヴァの怒り言動みたいな顔の前で腕組んでてそうだからそのやっぱ何やってもいいんだけど受けりゃいいんだだけど司令官っていう枠はできるだけやっぱ出ない方がよくて。 しかも意外とやっぱそれも受けにも直結してくるやんやっぱそこ気持ちよくはまってるとそうそうだからその理屈を言うのが難しくてあっって気づいたのがこんだけお笑いはやっててこんだけネットもばってね今テレビ見てる人ほとんど裏側まで知ってるじゃないだけどお笑いとかこうエンタメのさこういうルールってさいまだに共有されてないよね見てる側と。まあそうね 確かになわわざわざ言うことじゃないし言いたがらないし当然、うんね、プレイヤーの人たちは、うん、芸人さんはプロだからでもずっっと乖離があるよなっていうあ<ー>例えばそのお客さんが見てて、えー、と大ちゃんがバッて突っ込んで、うん、きつい言葉でバーンって言って、うん、あれがきつすぎると、うん、あれはかわいそうだとかいう、ね、反応があった時にさ、うん、今のこのルールをうん 知ってななないいいとわからじゃどう楽しんでいいのかああああでどこがアウトでどこがセーフかああまあテレビ出てる人ってさほとんどアウトはしないからね、うん、やっぱり。うん、確でまたああいう収録だと編集で切ってつないでやってるからああ、うん、もちろんつじつま合うように。 つないではいるだろうけど、<laughs> うん、それをする人の。価値観とか、あれにもよるしね。そうね。うん、センスというか。うん。うん。あれな。でも、まあ、まあ、要は、でも。一番シンプルに言うと、聞かれたことに答えたやつだけが正解だから。<laughs> そうね。うん。確かに。の上で受、受けた。うん。のが。正解っていうことだからね。うん、うんそ。その基準を、だから、大竹さんとかは。 ちゃんと示してた時もあったしね「これ審査員長どこの勝敗はどういう理由で?」って言うと「誰々は何こうだったから」ってそれこそパーティーちゃんのすが、うん、ちゃんって男のやつがモノボケでベジータとやったんかな、うん、で釣りざ使って、うん、うわーってこう釣りでバーンって釣り上げる。<laughs> なんかを釣り上げるジェスチャーして、うん、あれそうっすよねみたいな魚くんっすよねみたいな、うん、っていうボケをやったんだけどうん、うん、まあ負けたのよ。うん、でその大竹さん曰く、うん、大竹さん曰くというかまあ俺らでもそう思うけど、うん、その釣りを、うん、その釣りで使ったからなみたいな。あ<ー>そものボケって要はそのものを使ってそれをまたこう違う。 アプローチするっていう大喜利だから釣り竿で普通に釣りしてどうすんだんじゃ何か分かんないけどまあそこも微妙なんだけどね微妙だよねだからって別にそのまま通りの使い方とかしちゃいけないわけじゃないからんかねでもむずいよな。理解できない いけないわけでもないし見ててそうね、うん、そうなんよねそうなんよ別にいいよ <laughs> うなん何でも全然っていう俺も喋っててその気はすごい出てくるよね、うん、こんな理屈をでまたねやっぱお笑いって一周すんのが難しいよ、うん、これちょうど嫁にもこの話してて、うん、一周すんのよね今の釣竿の理由あのー、理屈もそうで、うん、例えばね映画やってます、うん、でこれすごいドラマで、うん 結構重たい内容も扱ってて感動する涙が止まらないっていうのあったとする見に行ってあまりに感動しない弱い感動しなさすぎて逆に感動して涙流すってないでしょあまあないねドラマはない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 ホラーもあまりに怖くなさすぎて逆に怖くて震えたってないやんないねお笑いってここ一周しないあるねあまりにつまらなくて だから釣り竿もそのモノボケも、うん、あまりにまんま釣り竿を使いやがったからドッカーンって受けケたってそうなーだからやっぱお笑いが一番近いのは驚きが近いって思うのはそういうことかなって思う、うん、そうかうんこんな、ね、裏切りこんなそう価値観を、うん、に訴えかける行為だから、うん、お笑いってうん、うん そういう考え方あるんだっていうのの連続じゃないねだからもそのモノボケとはこうだっていうもんを逆に振りに使って、うん、そうねまんまのことするっていうのとかね、まあうん、まあだから無限じちゃ無限よね考え始めるとそう,るそうなのよね、うん、ここ一番特徴で一番難しいと思ううんまあ多分難しいから楽しかったりもするんだろうけどな,そう、ね、なんか無意識かで、うん、このまんま書きなよ、うん、今の話 論文で卒論でん、うん、できたできた武蔵さんあの住所だけあの <laughs> 請求書を送りますので <laughs> 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 はい尺 OK です裏 <laughs> 裏表 はい皆さん今日もいろいありがとうございました。まだまだ何でも募集しております。質問など何でも結構ですので送ってください。アドレスはこちらです。裏オマットマーク JQR ドットネット裏オマットマーク JQR ドットネットです。はい。番組ツイッター、YouTube チャンネルもありますのでフォローよろしくお願いいたします。今日ねあのいわゆる取って出しっていうのもうあの収録してすぐ明日明後日オンエアとかだからディレクターのちょっと指示でまあその生撮りなんていうんですかこういうの尺通り撮るっていうか。 ったのもうほぼ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 出すよそんな感じでありますねっつってて切らずにうんだから多分まんまですよまんまか今日はいつもほぼそうかもしれないですけどね変なとこなかったよねうん大丈夫かなんかいつか生をね生生いいかもねうんどうでしょうあと1時間そうね それなりのなんか内容にすると思います。お願いします。ええ、今島ありがとうございました。